はい、参りました。はい、ですね、まあオーディションの動画を見てもらった方はわかると思うんですけど、オーディションで揉めることがあってね、俺のことして俺は覚えてないんですけど、なんか俺に対して恨みのあるヤンキーみたいなことね、ちょっと揉めて、ちょっとな投げられちゃってね、それで腕かばい手しちゃって骨折しちゃったんですけど、まあ本当にブレイキングダウンイレブン、本当に今回もすごい狭きもんで、相手の選手が結構実績ある選手と組んでいただいて、もしその選手に勝つことができれば、前回ね、幹事選手に負けたんですけど、それも汚名返上できるぐらいの相手だったんで、自分も気合入ってたんですけど、まさかこういう怪我しちゃって、うわーって感じです。なんかいろいろ絡まれたりとか今回多かったんですか？今回も結構絡まれて、いきなり胸ぐらとか捕まえて殴られたりとかして、こっちは座ってるじゃないですか、で座ってる段階でいきなり来られちゃうとやっぱ反応できないっていうか、絡まれた時に今回3、4回絡まれたんですけど、自分のところに来るとは思わないじゃないですか、いきなり来られて、で止められた時にやっぱりその揉み合ってる時、下になっちゃう時あるじゃないですか、下いきなり顔面踏んづけられて歯も折られたし、で俺も足を折り返したんですけどね、そいつのはもう足を折ったんですけど、なんかもうやったもん勝ちみたいになってきてて、どん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 やっぱ過激になってくっていうか、まあそういうコンテンツだからしょうがないですけど、やっぱり気抜いてたなっていう、オーディションだからっていう風に気抜いてて、まあこれは本当自分が悪いですね。なんだろう、もう本当に試合行くつもりでオーディションって多分行かないとダメだと思うんですよね。だそういった面で気が緩んでたのかなっていう気がしますね。なんか前回以上にやっぱ過激になってきて、まあ、自分にそれをやればバズれるじゃないですけど、そういう人がどんどん増えてきて、まあ、しんどかったっすね。この間まあ幹事選手に負けて落ち込んだんですけど、まあ、やっぱり現役続けるってなって、まあそのボクシングとかもね今通い始めて、すごい前向きにはやってたんですけど、まあ、人生甘くないですね、本当に本当に、本当に人生甘くないなっていう感じですね。一旦ちょっと休憩期間欲しいですね、格闘技はもう、まあね、試合で怪我するんだったらいいですけど、なんかまさかオーディションでこんな怪我するのかっていうね、まあ自分が悪いんですけどね、気抜いてた自分が悪いんですけど、はぁって感じですね。多分ですけど、自分が決まった選手と脱臼させた選手が多分やるんじゃないかって言って、ね、もうそれも見たくないですね、やっぱ。いやー悔しい。かばい手っていうのはちなみに、こう倒れる時に受け身の時に、受け身でこれほんやっちゃいけないことで、人間って癖で転んだ時手がついちゃうんですよ、で格闘技もそうで、投げられた時に癖で手が出ちゃうことあるんですよ、でそれって絶対やっちゃいけないんですよ、ただやっちゃって、それで腕をバキッてやっちゃって、何に当たればいいんだろうって感じですね。もうまあ自分が本当に弱かったんだなっていう、この試練をちょっとね乗り越えて、ちょっと乗り越えてまた試合出たいな、まあ、ただやっぱもう35で35歳の段階でもうこうまた半年できないっていうのは結構な痛手で、12もやるのかな、12、うぜ、マジでぶち殺してあいつ、病院行きますか、じゃあとりあえず、はい、ですね、今日今救急で行ってきたんですけど、なんか事故とかあった人がいるみたいで、まあちょっと、まあ、しょうがないことなんですけど、まあ、緊急の
救急の交通事故って言ったかな、なんか緊急の人が入ってきちゃって、ちょっと今日は見れないってことだったんで、4時間っていうのも最短みたいで、だからそうだったら明日の早朝の方がいいかなと思って、まあでもそっちの方が緊急、こんな腕一本折れたぐらいじゃねあれなんてしょうがないですよね診察お疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょっと長かったですけど、はい、どうでした診察。症状が2度の脱臼でしたね。1度が亜脱臼っていう形で、はいはい、で2度が普通の、まあ、脱臼、うん、まあ、リハビリが必要な脱臼ですね。2度はで、3度がもう完全脱臼ってなって手術が必要っていう風になっちゃうんです、うん、まあ幸い2度だったんで。診察感想があんまり良くなかったですけど、そうですね、お大事にとしか言われなかったんで、まあ、昨日そのブレイキングダウンの方が紹介していただいた赤十字病院行ったんですけど、まあ、そっちの方はちょっとその緊急のね、うん、事故で渋滞になられた方がいるってことで、救急車ありましたもんね、まあ、救急車あって、はい、でまあちょっとそっちを優先しなきゃいけない、生死に関わるってことなんで、うん、まあしょうがなかったじゃないですか、うん、で自分ができなかったってことなんで今日別の防衛病院行ったんですけど、まあ安静にしろとしか言えないって言われちゃって、うん、だからまあちょっとセカンドピニオンじゃないですけど、またその名医の先生に見てもらおうかなっていうのありますね、ちょっと心配なんで、はい、脱臼した後にすぐにレフリーの方が肩をはめてくれてね、医療班の方、まあブレイキングダウンの本当医療班って本当優秀で助かりましたね本当に、うん、それですぐにはめてくれたんで、まあ、大事には至らなかったって感じです。まあ全治がだいたい2ヶ月ぐらいってことですね、はい、2ヶ月で練習復帰はできるけど、うん、ちょっとその肩が外れやすくなってる状態なんで、うん、まあ、リハビリをちゃんと受けなきゃいけないっていう、それ専用の筋トレだったりだとか、そういう理学療法っていうんですかね、を受けなきゃいけないってことなんで、やることもないんでね、練習もできないんで、なんかそういうリハビリの様子とかをちょっとね撮れたらなと思います膝一回自分外側靭帯を切ったことがあって、リハビリで良くなって試合出れたってことがあったんで、やっぱりリハビリを受けた方がいいのかなっていうね、僕もちょっとわからないんで、どうすればいいのかなっていうのはちょっとわからないんですけども、もし早く治るんであればね、ちょっとそういう医療に頼りたいなと思ってますね、はい、一旦安心っていう感じですか。まあでも2ヶ月はやっぱできないってことなんでね、ちょっとこの2ヶ月どうしようかなっていう状況ですね。セキュリティの方もまあクラブの方はちょっとできないですね。もうこの状態で止めたりとかもできないんで、あとはその知り合いのバーとかでちょっと接客とかさせてもらえたらなっていう、そういう感じですかね、はい。子供写真撮ってくださいってアウトサイダーの時から応援してるっていう、嬉しかったですね。病院でもね、そう声かけてもらってね、ちょっとゆっくりやっていくしかないですね。まあそうですね、自分がイレブン出るっていうので、やっぱり応援してくれる方とかがすごいいると思うんですけど、いたと思うんですけど、まあちょっとねこんな結果になってしまって申し訳ないですね、本当に自分の本当油断というか、そういった気の緩みがこういった結果になったと思うんで、いやまあ本当に申し訳ございませんとしか言えないですね。であとまあ必ず復帰するんで、またね、ただあとはいろんな選手がやっぱ出てきてるじゃないですか。自分もやっぱ継続参戦できるかどうかってのは分からないし、もし応援していただけるんであれば、そのブレイキングダウン12になるんですかね、次はその12の方でね、ちょっともし皆さんのお力をいただいて僕がね出場できるようになればちょっとありがたいですね。そこでまあもう2人絶対倒してやるぞっていう、僕が試合が決まったのはその柔道の日本一の選手って話だったんですね。でも将来は多分ライジンで活躍するだろうっていうような、もう朝倉未来さんがね言ってた、期待してたこの選手で、で、いいですね、グラップリングの戦いっていうの で、 そうですね、で僕も本当に幹事君に負けて汚名返上になる相手だなと思ったんですよ。その柔道の日本一と戦えるなんてことはないし、でまた MMA をやらせてもらえるっていうね、ブレイキングダウンのその優しさすごい嬉しくて、相手強かったですけど本当嬉しくて、これでやっと汚名返上ができるっていう
と思って、あと自分の試合がもう決まったんで、で気抜けた時にああいったことがあって、相手に恨みとか、僕の肩を外した人間に関して恨みとかではなくて、まあ自分が本当気抜いてたのが悪いなっていうので、だから次回以降オーディションもやっぱ試合だと思っていかないと、まあダメなんだなっていう感じですね。まあその2人はいつかやってやるんで待ってろよっていう感じですね、はい。まあ本当悔しいですね、やっぱ思い出すと悔しいし、まあでも試合と一緒ですよね、オーディションでも怪我をさせられた時点で自分の負けなんで、本当悔しいですけど、悔しいですけど、まあ前に進むしかないんですよね、こういう時って。リハビリから頑張りますっていう感じですね、はい。もう一人参加してた男性いらっしゃいましたよね。そうですね、あの多分僕もブレイキングダウンでって話してたんで、多分スパーリングで KO 負けした選手だと思うんですけど、まあ、顔がねガンすごい腫れてましたね。だからもうみんな本当ブレイキングダウンの本戦出るために本当に体張ってるなって思いましたね。だから自分は本当恵まれてるんですよね、そういうスパーリングをしないで毎回試合を組んでもらって、そういった恵まれてる環境に甘えてたのかなっていうね感じですね。ああいうやっぱ戦って本戦を勝ち取る人間ってのは強いじゃないですか。だから、まあ、自分もそういう風になんなきゃいけないのかなって思いましたね。やっぱちょっとストイックさっていうかハングリーさが足んなかったなと思いますね今回。1なのか0なのか分かんないですけど、まあね、基礎からもう一回やり直そうかなと思いましたね、はい。お医者さんに見てもらってきました。あ、見てもらったっていうか MRI の、ね、結果が出ましたね、はい。まあちょっとやっぱり考えたんですけど、ね、やっぱり格闘技の方はもうこれで引退しようかなって思いました、はい。あの腱板っていうね肩のところが損傷してて、はい、まあ、ていうのは嘘で、あの腱板っていうのがあるらしいんですよ。でそこのこれが断裂してると手術して全治半年らしいんですよ。で僕は断裂でなくて損傷だったんですよ幸い。で腱板損傷っていうあれだったんで、あの全治2ヶ月プラス1ヶ月リハビリっていう形で、まあ、格闘技は3ヶ月後にはできるってことなんで、12に間に合うんじゃないかなと思うんですよね、あの次の次あたりに。痛みはどんどん収まってきてるんですか？そうですね、もう痛みは収まってきて、日常生活はなんかドア開けたりとかまだできないですよ、こう曲がったりだとか、そういうのはできるようになってきてて、徐々に回復はしてきてて、ボクシングでもね今右だけ練習したりとか蹴りとかも練習したりとかして、なんか今までやってない動きをやって、なんか新たな可能性をなんか感じれるというか、格闘技に対してのなんかこういった技今までやってなかったことをやって、なんかあのあこの技もいいなとか、この怪我をして気づけたこともあって、ね、だからけあの打撃を結構練習できて、すごいいろんな可能性を感じましたね。なんでね、まあ次が12になるか13になるかわからないですけど、またブレイキングダウン出させてもらえるんだったらね、あの幹事君だとか、あとは僕の肩壊したやつだとか、あと柔道の子とか安井君、あの辺りにどんどん仕返ししていきたいなと思いますね、はい。もう自信すごいあるんで、もうこのまま強くなれるっていう自信があるんで、まあ、来年はね、おそらく5月とか6月になると思うんですけど、まあ、試合をして3試合して全部勝ってやりたいなと思ってます、はい。まあね、格闘技やめたら今やることないんで、本当のニートになっちゃうんで、まあそんな感じでね、ちょっと皆さん温かく見守っていただいて応援していただけたらすごい嬉しいです、はい。11は間に合わなかったけど12とかで大暴れしたいですね、はい。皆さん応援よろしくお願いします。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。こんなタイミングで、はいはいはい、あっち、あ
九、十、九、はい、よっしゃー、OK、お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。